ここが240の、ここが100とか。97.5だから
ピッチは？あの、伊勢さん持ってたネジがかっこいいから、あっちつけた。おぉ、うわぁ、すごい太いよ。いや、バッチリじゃないの。この島板ね、今切り出してつけました。なかなかいい感じ、ちょうどここのところステップして、足をガードするって形で。島板も結構似合うね。わっしゃだ、わっしゃ。ある？いえ、バネわっしゃじゃんよ。ひらわっしゃ。さて、いっぱいのガードのところ、ここのところね、ステップをつけて、まあ一応は熱対策っていう形で島板をつけました。本来ね、このマフラーっていうのは純正のガードをつけるんですけど、ちょっとね太くなっちゃってかっこ悪いんですよ。せっかくね4ミリでね、そんなぶっといのがつくのがね、あんま僕はね好きじゃないんでね。細いまま行きたいけども、この液パイっていうか、ここが細いまま行きたいんだけども、元々のネジを止める受けんところを利用しながら島板をつけたという形です。こんなの後でシンナー消せるんで、
今回はノーステップって入れたのをステージの上赤で入れました、うん、まあ、ありちゃありかな、なしっちゃなしだよ。完成したエキパイガードのところにステンシルでノーステップって、まあ、踏まないでねっていうのをちょっと注意書きとして入れてみました。まあ、とりあえずは完成です。以上です。